岡山県立倉敷南高等学校は、岡山県倉敷市吉岡にある県立高等学校。進路指導に開校当初から力を入れ、県下有数の大学合格実績を挙げている。学校期は、楠の木。校章にもデザインされている。倉敷市の木でもあり、校明の南の木ともちなんでいる。校門横にも植えられている。また、遠方の小島、宗者。 玉島、船尾、浅口、里小方面から通う生徒も少なくない。また、文武領土を掲げており、ソフトテニス部、放送無線部、写真部をはじめとして、部活動も盛んである。呼ばれ方は、南、倉南等。英語、社会コース、数理、自然コースは、それぞれ一年次より、文系。 理系と固定されており、岡山県の自己推薦入試実施前までは、本校で唯一推薦募集を行っていた。当初は、数理、自然コース英語、社会コースともに高い偏差値を誇り、二次募集においても、受験した半数が不合格という難易度だった。逆に、一般入試では両、コースとも定員割れが引き続き、英社、数理はほぼ全員合格。 累計不合格者が第二希望で救済されるという事態が寒冷化したため、2007年度入試より A 社、数理ともに募集廃止、累計の定員を増やした。よって、2008年度時点の1.2年生、イコール34.35期生以降は以下の生徒構成である。各コースの特色としては1年時より分離が決まっており、それぞれ文系。 理系の特色からその分野の建造物の見学や分離に関するテーマを取り上げ、それに関して調べて発表する課題研究を実施していた点にある。また、コースのクラスは3年間同じである。類型では2年次より分離を分ける。生徒は国公立大学に進学する志向であり、近年はほぼ6割の生徒が国公立大学に合格。また、 ブロック校岡山大学進学者の輩出数もトップクラスである。土曜日は本来休みとなるが各週で足岡セミナーと呼ばれる特別講座を開講している。足岡祭りは本校の学校祭である。またこの催しとは関係ないが一年次スキー合宿や毎春冬にスポーツ大会を開催している。さらに一年時は親睦を深める目的から 4月に1泊2日の、合宿が実施される。http://www.kuramina.okayama-c.ed.jp:/q&a 改変例例 b p d f 倉敷南高等学校ホームページ倉敷南高等学校ホームページ日本レースクイーン大賞2016清瀬町サングランプリ 郷土の魅力全国に発信。山陽新聞岡山都市見版山,山陽新聞社。2017年1月31日。23面、2019年8月5日閲覧。清瀬町。感謝山陽新聞掲載岡山県知事様。黒猫マッチのお散歩ダイアリー。アメーバブログ。2017年2月2日閲覧。ありがとうございます。